はね、30代から始まってます。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。タカポンです。よろしくお願いします。急なんですけど、うん、目がいい人ほど老眼になりやすいって言うじゃないですか。あ、なんかよく聞くんですよ。多分皆さんもどこかしらで絶対聞いたことあるし、うん、逆に目いい人ほど、うん、私じゃあすぐ老眼になるのかなちょっと気になってる、うんうん、僕もちょっと目いいんですよ、気になるんですよ、うん、今日先生に教えてもらいたいと思って。そうですね、あ、これをきっとねご覧になってる方はね、なんかちょっと老眼じゃないかな、いや老眼じゃない、まだまだみたいな、ね、認めたくないみたいな、老眼鏡をかけたくないみたいな、そういう人は多いかもしれませんね。まあ今の話の答えを先に言うと、はい、目がいいっていうのはほとんどの場合遠くがよく見てる、見えるっていうことを指してると思うんですけど、厳密にちゃんと答えればそんなことはないですって。関係ないんですか。そうなんですね、老眼っていうのは遠くと近くを焦点を合わせられる、この幅がうんと広い場合は老眼じゃないわけです。それが狭くなってくることを老眼って言うんですけど、この幅は非常に年齢にピタッと合って進んでくるんですよ。そうなんです、老眼って、うん、じゃあ近くが見えなくなることじゃなくて、うん、その幅が狭くなるのが老眼。そう結果としては近くが見えないっていう状態になるんですが、はい、老眼って何ですかって聞かれたらそういうことなんですね。へー、いや、うん、もうこれだけで、いや先生今日はありがとうございました。もうこれだけでじゃあまた来週。違う、まだ聞きたいこといっぱいありますけど、はいはい、で今までこれでスマホ見えてたのに、うん、なんだかこうしないと見えないな、よく見る老眼の、ね、これが老眼の自覚症状です。それは目の状態がどうなってるってことではなくて自分で感じるってことなんですよね、うんうんうん、だから自覚症状。近視の人は近くが見えて遠くはよく見えないわけだから、例えば私が眼鏡取ります、はい、こうやります。もともとね30センチぐらいが一番見える僕目だからね、はい、これですごく見えるわけです。お、見えてるんです ね。こうやると見えなくなっちゃうんですよ。これをかけると遠くは見えるんです。でもこれ外すと遠くはぼやけちゃうわけですね。おお、なるほど、ね、要はそれが今近視の状態ですね。そうそうそう、近くがよく見え、遠くが見えづらい、うん、見えづらい、ね、遠くから近くまでのピントの調節幅が狭くなってきました。これこっち向きに狭くなるんですよ。あ、近づいてこない。こっちから近い側から見えなくなってくる。そう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 、例えば子供の頃はねこれでも多分見えたんですよ。それがねだんだんこうなってくるわけ。これぐらい離さないと見えない。まあ老眼はね早い話40になる前からもう始まってます。え、30代から始まってます。え、始まってますよって言ってるだけの話で、はい、それで不便を感じますよって言ってるわけじゃないんですよ。ああ、分かりました、ね、つまりこうなってたのがこうなってるだけですって言って。確かに別にここでも何も不便ないですね。全然、全然不便ないですからね、はい、普通に遠くが見えてる状態の人が、いつ老眼って感じるかっていうことなんですよ。自分で感じるのがいつか、ね、近視の場合は近く狭いってことですね。そう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 、遠くがよく見える人は遠くと近づいた距離しか見えないわけですよ。この幅がさっき近視の人と遠視の人一緒だけど、一緒だけどその幅がどこにあるかっていうだけなんです、はい、中途半端に近視でもしその人がね普段眼鏡かけてない裸眼で過ごしてます、もう全然、はい、例えば 0.7 ぐらいあって運転免許もそれで通っちゃうし、うん、全然問題ないっていうことであればですよ、この幅が狭くなってきても、はい、ここで見えちゃうでしょ、はい、だから老眼感じにくいんですよ、うん、だから普通に生活してちょうどいい、ちょうどいい位置に、うん、そうそうそう、見える。そうだからそういう場合はねここ見えちゃうから自分が老眼だって感じることはないわけです。おー、でも理論的に測ってみたら確実にこの幅は年齢とともに狭くなってる。はい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 、でいいですか。老眼は近視の人も遠視の人も同じように進んでます。これはいいですか。うわ、すごい、もうめちゃくちゃ面白いですねそれ。そうでしょ。いや先生、そもそも、うん、じゃあ老眼なっちゃいましたと、老眼って治るんですかっていう疑問があると思うんですよ、うん、トレーニングしたらこの幅がねたくさん見えるようになるのかっていうことです、うん、先生、うん、基本的にはならないです。え、治らないんですか、うん、え、うん、トレーニングしましょうみたいな、うん、まあね、そういうねことをするとなんていうか物が売れたりとかね動画が見られたりするからね、大人の話ですよ。よくそういうのあるんですよね。じゃあちょっと簡単に説明しますね。はい、うんとね、
ここのレンズの厚みでピント合わせてるわけですよね、はい、遠くを見たり近くを見たりしてる、うん、老眼ってどういうことかっていうとね、この水晶体の弾力自体が悪くなってくるんですよ。そう、薄くなったり厚くなったりが苦手になってくるんですよ。おー、変わりづらくなってきちゃうんですね。そう、よく勘違いされてるのはね、この筋肉が弱ってくるのが老眼だと思ってるんですけど、レンズをだから引っ張る筋肉が弱いから、うんうんうん、引っ張れないんじゃないかってことですね。 それがね、多くの人誤解してそうじゃないんですよ。弾力性が落ちてくるからね。だからその幅が狭くなっちゃうんです。だからこれはね、なぜか年齢にねぴったりと一致してくるんですね。いやでも先生、それあれですよ、もう大人になったら頭が硬くなる、脳が硬くなるのと一緒じゃないですか。そうこいつも硬くなる、硬くなってくるってことね。そういや分かりやすいっていうことだから、基本的にねこれを何とかしないといけないって言っても何にもできないからね。これを柔らかくする方法はないんですよ。あ、これないんですね、うん、だからね、基本的には老眼っていうのは治す方法はないんです。へ、うん、ね、目をリラックスさせたりね、負担をかけないっていうことは大事なことなんで、まあ、それはやった方がいいとは思うんですけどね。ただ基本的には老眼は治らないです。あれですか、だからストレッチみたいに体柔らかくするのとは全く違うっていう。そうちょっと意味が違います、それはね。あ、わ、うん、かりました、うん、ありがとうございます。そのメガネをね、早めにかけちゃった方がいいです。あ、かけちゃった方がいいんですか。そう、遠近の両用のレンズがあるでしょ、はい、こうやってこの角度で調節するんですよ、はい、上と下の段差が小さい方がすごく慣れやすいんですよ。年齢がいって老眼が進んでいよいよっていう時から始めてもですね、ちょっとこれが慣れにくいんですよ。例えば下向いてね、階段降りるような時っていうのは下目遣いになっちゃうでしょ、はい、そうするとそれは近くを見るにはいいけど、その足元、そう、足元見るにはちょっとぼやけるじゃないですか。慣れやすいっていう点では早めにね、もう慣れちゃった方がいいんですよ。そのなかなか慣れないっていう人はほとんどね、老眼が進んじゃってからそうやる人なんですよ。だからね、もう早いうちにメガネはかけた方がいいです。じゃああれですね、始まる前からもうコンタクトよりメガネ、まあ極論すればそうだけどね。老眼っていうのは見える距離の幅が狭くなるのが老眼。老眼は治らない、トレーニングしても治らないです。なんで早いうちからかけた方がいいですよっていうことです。そういうことですね。はい、いや本当今日はありがとうございました。どうですか、今日の動画役に立ちましたでしょうか。立ちました、はい、役に立ったと思ったらいいねマークを押してください、はい、それからチャンネル登録をお願いしますね。お願いします、はい、からベルマークを押してもらうと動画がアップされるとお知らせがいきます、はい、チャンネル登録すると出てきます、はい、じゃあまたねー。